また。また。あ、緊張する。そう。珍しいと思ったら、そう。いいです、そろそろじゃあ。もうマナミンのあれだよ。じゃあ自己紹介振ります。自己紹介。はい。何でやろう。自己紹介振ります、じゃあ。急に。はい。じゃあ行きます。さあ時刻は5時11分を回りました。 FM コザ、FM ギノワンをお聞きの皆さんこんにちは。この時間はギノワンスタイルのコーナーをお届けします。ギノワン支給何ございます。 FM ギノワンのスタジオからギノワンスタイル10分間だけお届けするあっという間のコーナーですけれども、今日はなんかスペシャルなちょっと回になりそうですね。ツイキャスでも早速なんか豪華な10分間だわとか来てるんですけれども、まあせっかくもうもったいないので自己紹介をじゃあしてもらいましょうか。あのもったいなくはないんですけどね。はい、もったいないです。はい、皆さんこんにちは。FM 小田由美でーす。パチパチー。そして FM ギノワン小春でーす。はい、よろしくお願いします。はい、久しぶりの3人。久しぶりですね。なんかここに座るの、はい、私初めてで、ギノワンスタイルで。あ、いつもミキさんなんですけど、はい、今日は告知があって来ました。あ、告知のために来てもらいました。小春ちゃんはしゃぎすぎて。ということで、はい、ちょっと今日はまあ、スタッフが勢ぞろいしたかのような、特別なギノワンスタイルになってるんですけれども、はい、あのちゃんと告知があるということでちゃんとあります、はい、ただ出てるわけではありません、はい、早速じゃあちょっと今日はゆっくり喋りながら、はい、まあ、10分間なのであっという間なんですけどですよね、はい、まあ、あの告知先にじゃあ告知からいこうかな。そうですね、はい、シュプリームさん放送事故起きないので安心してください。ご安心ください。ですね、今日来たのが今子供の国でもクラウドファンディングを行ってはいるんですけど、はい、まあ、FM コザ、はい、あとブロガーのいざこざさんと一緒にやっているクラウドファンディングがあるので、はい、その告知をしていきたいなと思います。はい、お願いします。そう、子供の国皆さん絶対行ったことあると思うんですけど。ありますよね、うんうん、ある。はい、もちろんあります。遠足とかは定番でした、やっぱり。だよね、子供の国が、うん、はい、そう。私も去年友達と行きました。あ、行った、はい、友達同士とかでも最近やっぱ増えてるんですよ。楽しかったです。めっちゃ楽しいよね、はい、いろんな動物たちも最近は仲間入りして、うん、そう、また新しくで今年50周年を迎えてるので、はい、節目なんですけど、はい、まあ、今年やっぱコロナの影響で、どうしても運営ができないっていう時期があったんですね。で去年度に比べてお客さんの入りが 70% 減とか、そう、減ってしまったっていうのがあるので、どうにかみんなで、このみんなが愛する子どもの国を守ろうっていうのがすごい伝わってはくるんですけど、まあ、同じ沖縄市にある FM 小座でも何か力になりたいねっていうのから、うん、今回このクラウドファンディングっていうのを立ち上げたんですよ。あ、はい、素敵ですね。そうそうそう。なので、ちょっとね、子供の国さんとも一緒な時期に始めたっていうのもあるんですけど、はい、まあ、こちらもまだやっていますので、はい、ぜひ皆さん、はい、まだまだお待ちしております。はい、もちろんどなたでも。そう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 、あれですよね、はい、この協力することはできるんですよね。できます。あの、はい、必ず沖縄市じゃないとダメっていうのは一切ないので、うん、はい、あのやっぱり沖縄県民の皆さんがね、うん、守りたいと思っている、うん、そう、ひふみさんも最近あったんですけど、はいはい、一口だけど協力させていただきましたっていう、ね、ありがたいですね。すごいありがたいよね、はい、そうそう。なので皆さんぜひね、あのまだまだ募集していますのでよろしくお願いいたします。はい、で期間が90日間というのを設けていまして、はい、なので、1月いっぱい。おお、じゃあもう来月ですね。はい、来月です。来月いっぱいまではやっていますので、はい、おお、パパヤさんありがとうございます。ツイキャスで見ている方ね、はい、MJ さんも、あ、すごい、協力したよって来てますね。いや、嬉しい、ありがとうございます。続々協力していただいてるんですね。はい、嬉しい。そう、もちろんリターンも、うん、はい、ございますので。どんなリターンがあるんですか。はい、FM コザに関しては、あ、まあ、これもコラボしてるんですね、子供の国さんと、はい、
FM 講座はなんかステッカーと、あと子供の国さんから缶バッジとか、あのうんちストラップとか。それが気になるんですけど、そのストラップ、ね、さっきちょっとちらっと聞いたらかわいいよ、名前がすごい、うん、そう、あのもちろん匂いはないから安心してくださいねならではですね。でも子供の国、あとなんかキリンのとか、はい、ウサギのとか、はい、コロコロコロしたやつ可愛らしいやつ、ウサギとかめっちゃ可愛いですね。可愛いよね、うん、それをストラップにするっていう発想がさ、ね、やっぱ子供の国さんのスタッフさんってアイデアマンなので、はい、素晴らしい、面白いんですよ。で、缶バッジも今50周年の缶バッジがあって、はい、こういった、おー、ユニさんが今、はい、私もやってるんですけど、実際につけている、種類があるんですよ。可愛い、はい、あの動物の、はい、実際に子供の国の、はい、子供の国にいる動物を缶バッジにしてっていう感じなので、すごい記念にもなると思います。はい、うん、なんかより子供の国への愛着が、いや、ね、湧くと思う、うん、湧くね、はい、湧きます、うんうん、でさ、はい、あの子供の国さん、子供の国のスタッフさん、はい、もうみんな明るいので、うんうんうん、あの本当になんだろう、苦労してますっていうのを出さないんですよ。余計愛着湧くので、一緒に頑張りましょうねっていう。そうそうそう、確かに、はい、ありますので、ぜひ皆さん、あの Facebook、ツイッター、はい、はい、あの Instagram などにも投稿していますので、うん、ぜひ一度ね、はい、検索していただければなと思います。今集まっている金額はなんと30万。おお。目標金額300万なんですけど、はい、でこれを、うん、どう使うかというと、はい、子供の国さん施設もう何でも使っていいですよ。餌だけではなくて、うん、もちろん餌代は必要としているんですけど、うん、餌代だけではなくて、まあ、施設管理、うん、施設管理にも必要な費用としてもぜひ使ってくださいっていうので、うん、はい、集めていますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、あっという間に2分だよ。本当だ、喋りすぎた。そう、やっぱさ、皆さん、あの一度は行って思い出がある場所だと思いますので、うん、また今年もですね、クリスマスファンタジーなどあります。あ、あるんです。それに向けて行って、今実際の子供の国はこうだよっていうのを見てみてから、はい、確かに、うんうん、あの協力しても全然いいと思いますので、はい、そうですね、はい、子供の国ってイベント豊富ですよね。あのさ、いつ行っても面白い、うん、ですよね、うん、いろんなことに面白い。雨の日でも面白いよ。雨の日も楽しめるって最高ですね、うん、本当に面白い。一日入れます。あ、確かに確かに。最近はカップルも増えている。あ、すごい、本当に、へえ、いいですね。で、3世代分かれてとか、うんうん、はい、来ますとか。あ、なるほど、ツイキャスが直します。あ、はいはいはい、なので、ぜひ皆さん協力の方よろしくお願いいたします。1月いっぱいとなっていますので、うん、はい、ぜひこの沖縄県の宝物を守っていこうかなと思います、はい、検索はですね、はい、ぜひ、ですね、子供の国、はい、あとコロナ支援、動物たちを守りたい、まあ、子供の国、うん、クラウドファンディングとやっても出てきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、あと53日ってパパ屋さんもあるんですが、載せてくれてますね。 ありがたい。今ちょうどこのパパ屋さんが載せてくれてる URL からも飛ぶことができるみたいなので、はい、ポチッとなしていただければなと思います、はいはい、あとで Facebook にもあの一緒に投稿するので、この URL と、はい、ぜひそちらから、そちらから、そうですね、はい、押していただいても、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。はい、懲りずにまた出ます。はい、いいですか。ぜひ、はい、もうぜひ来てくださいありがとうございます。楽しい、これ楽しいですね確かに、はい、ユミさんがここにのこの感じいいですね、うん、珍しい、もう貴重な、というように30秒しかないんですけど、お、早いね、時間、はい、はい、皆さん引き続き FM 講座、 FM 技能は楽しんでいただければなと思いますが、はい、ぜひクラウドファンディングもよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあね、バイビーありがとうございます。バイビー反応するなバイビー絶対今会議では言ってるからね、あいつまた言ってるぜ。バイビー一丁楽しかったバイバイ。ありがとうございます。
バイビーユーユーでしょ。バイビーユーでしょ。おはヨーグルトもユーいいでしょ。おはヨーグルトユーいただきマンモスユーしただけ。ありがとうね。ありがとうございます。あ、お願いします。バイバイキー。じゃあ切りますね。ツイ